皆さんこんばんは。皆さんこんにちは。せーの、シビセンアイドル研究会ビスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもどうも、動物園の皆さん、動物の皆さん、最後の動物、最後の動物卒業、脱走。本当はさ、昨日までなんだよ。昨日で終わったの？本当はね。6月1日、分からん、もう人間。でもきっとね、多分7月8日まで続くんだと思う。このラインの登録していれば。なるほど。あ、でもこういうファンクラブイベントはもうこれが最後かもしれない。そうですね。でも前よりすごい増えたんじゃないですか。まあなんかクリスマスとかしたけど、その時よりもなんかたくさんいらっしゃるような気がしますね。ありがとう。ありがとう。私ここでね、初めてライブしたの。あ、そうだ。そうじゃないや。そう。人生初めて。へー。処女？処女。ステージ処女ここなの？そのいわゆる事務所に入っての。ここが初めて、プールとして撮ったのはここが初めて。へぇー、光がありますね。ね、そう、実はそうでね、何人かいますね、いた人もね。へぇー、ありがとうございます。すごいね、なんかそういう節目にここに立つようになってるんだね。そうですね、ありがとうございます。では自己紹介していきますか。はい、はい、はい、醤油、砂糖、やっぱり醤油、ケチ、いつも味付け担当メグマンことこ庄司めぐみです。お父さんも来てます。今日担当先様こと神谷関です。動物園の皆さんよろしくお願いします。声が出ない。あ、通じ合ってるから分かる。ちゃんと分かる。ああ、うん、決勝から。大きい声出すとバカバカしくなるね。はい、それでは動物園の皆さんもご一緒に、三度の飯よりビスが好き、よいしょよいしょのウイポンポン、ハイミスの太鼓持ち担当ウイポンことファーストサマーウイカです。ラジオを聞いてくれた人ありがとう。今日もよろしくお願いします。金払っただけあったな。はい、聞いたごめんよ、みんな秋田のこと舐めたら。ノンノンノン、ミスのマイペースタートのおしゃこと平野のぞみです。よろしくお願いします。すごいすごい、リアル通り。しかも麻酔で仕留めなきゃ。バーン。ちょっと反応してよ。取れた。
おならぶリチのリーダー系汚れ担当ぶーちゃんことプルーです。よろしくお願いします。喉にはビールが効くよ。酔っ払いだったよ。ビールの PR だって喉壊れてなくていつも飲んでんじゃん。本当だよ、本当だよ。ビールさ、酒焼けじゃないから、タバコとか吸ってないから。本当にあ、結婚する人の条件タバコ吸わない人だから。やったって大体知ってるな。今から禁煙してください。7月の9日からね、婚活なので。そうですね、していただきます。ではでは、今日はね、1部2部とあるんですけれども、うん、もうファンクラブイベントは多分これで最後なので、うん、最後までね。今日ちょっと実は1部と2部ちょっと趣向が違いますので、2つ取られる方はなんとなく覚えてていらっしゃって、まあ、あの一部だけの人は存分に楽しんで帰っていただけたらなと思いますので、よろしく